おっし、時間だな。ナッツ、看板中に入れて店じまいの準備してくれ。了解、力仕事は任せといて。ショコラとバニラは掃除、掃き掃除と窓拭き頼むぞ。掃除も了解です、アズニャ。ちょっと掃除道具持ってくる。モンシナとプルメイは在庫数えてレジ集計しといてくれ。私はカシオの仕込みちゃちゃっと片付けてくるわ。それぞれ終わったら着替えて終了な。はーい。じゃあ私がレジ系するわ。シナモンは在庫確認お願いしていいかしら。あ、メイちゃん、メイちゃん、あとは私やっとくから、メイちゃんは先に上がっていいよ。え、何言ってんのよ、別にやるわよ。でもメイちゃんは帰ってギター弾きたいでしょ。いや、練習はするけど、こっちだって仕事なんだからいいわよ。いいのいいの、私は別に帰ってやることがあるわけじゃないし、親友としてメイちゃんの応援がしたいだけだからね。いや、別にそれとこれとは。いいからいいから、メイちゃんは頑張って。カショウさんには私から伝えるね。あ、ちょっと。カショウさん、メイちゃんは先に上がってもらってもいいですか。メイちゃんの仕事は私がやるので。ありがとうございます。ってことでね、メイちゃん。し始めたら時間かかっちゃって。いえいえ、私が一人でやろうと思ってただけなので。それにもう終わりですし。私は親友の夢を応援したいんです。このくらいしかお手伝いはできないですけどね。優しいですね、カショウさんは。じゃあ、私も恋猫にしてくれるんですか？冗談ですよ、冗談。半分は。はーい、ありがとうございます。遅くなっちゃったな。もうちょっと早く仕事できるようにならないと。
頑張ってるなぁ、めいちゃん。私も親友だって胸を張れるように頑張らなくちゃね。よう、箇所。気づいてっかもしれねえけど、モンシナが最近変でよ。いや、なんつうか、前はプルメイとあれだけべったりだっただろ？なんかよそよそしいっつうか、前みたいにべったりじゃねえんだよな。別に喧嘩してるとかじゃないみたいなんだけどね。仕事中も普通に喋るし、ご飯の時とかもいつも通りだけど。でも、それ以外はシナモンお姉ちゃんがわざわざ一人でいるっていうか、メープルお姉ちゃんを避けてる感じみたいな。いえ、私は親友の夢を応援したいんです。このくらいしかお手伝いはできないですけどね。けっ、寂しがりーずのくせに二人で変な意地張りやがってな。そういうことじゃねえだろうに。たく、子猫ちゃんどもがよ。寂しがりーず？おえ？どういうこと？お姉ちゃん、あたしらが出しゃばるとこじゃねえってこった。こういうのは当事者で話しねえと後々面倒になるだけだろ。ま、あたしも似たようなことしたから人のことは言えねえけどな。すみません、仕事が遅くて。でももう終わりますから、気にしないで先に上がってください。本当にいいのかって、それってどういうことですか？練習してるんですよ。まずは弾き語りの前にギターが弾けるようにならなきゃって。
私、めいちゃんの気持ちずっと知ってましたから。だから、自分の夢にまっすぐなめいちゃんを見れて、本当に嬉しいんです。歌唱さんの力をお借りしちゃいましたけど、でもようやく私がめいちゃんにお返しできたんだなって、そう思えたら私が少し寂しいくらいなんて大したことないですから。そうですね。歌唱さんは私が水月のお家に来た時のこと覚えてますか？水月の家に迎えてもらった私はなかなか上手に馴染めなくて、部屋の隅でずっと一人で座ってるだけでした。しぐれちゃんや歌唱さん、アズニャンが優しくしてくれても、嫌われるのが怖くて、でも好かれるにはどうしたらいいかもわからなくて、どんな顔をすればいいか、どんな言葉を返せばいいのかもわからなくて、楽しい？そんな風に人の顔色ばっかり見てるの楽しいって聞いてるの。それはその楽しくはないよ。この家嫌いなの？え？この家が嫌いなのって聞いてるの。嫌いじゃないよ。みんなすごく優しくしてくれるし。じゃあなんでそうしてるの？え？なんでって。だって楽しくないんでしょ？なんでやめないの？それは、あまりに正論すぎて言葉が見つかりませんでした。めいちゃんって昔から遠慮とかなかったんですよね。それから私に手を差し伸べてくれたんです。あんたに何があったとか私は知らないし、聞こうとも思わない。でも、あんたは今ここにいるのよ。ここで、生きてるのよ。だったら立ち上がって前を向くの。そうやって丸くなってても何も変わらないわ。何も変わらない。あんたと私は家族でしょ。だったら手ぐらい貸してあげるから立ち上がって自分で歩きなさい。さあ自分で手を取りなさい。シナモン、メープルちゃん。しぐれちゃんや歌唱さんがすごく優しくしてくれたのもよく覚えてますけど、その時の私は、めいちゃんが叱ってくれたのが本当に嬉しかったんです。あの時から私は、めいちゃんのそばにずっといたいって思ったんです。めいちゃんが困った時は次は私が助けるんだって。だから今
私がめいちゃんのことを応援できるのが本当に嬉しいんです。はい、それは少し寂しいですけれど、私は親友のめいちゃんのためになれて嬉しいんです。翔さん？シナモン。めいちゃん。前にも言ったわよね。人の顔色ばっかり見てて楽しいのって。めいちゃん。親友だから応援したいって？そんなことを自分で道を選べない言い訳にしないでちょうだい。違う！私、そんなつもりじゃ。だったらなんであの時に、私の手を取ったの？めいちゃん。シナモン。何度も言わせないで。あんたは今、ここで生きてるのよ。誰に何をしてもらったとしても、私には私の生き方が、シナモンにはシナモンの生き方があるの。めいちゃん、違うの！私はただ！シナモンが私の夢を応援してくれてたけど、シナモンにだって、私と約束したことがあったでしょ。めいちゃんとの約束って。ありがとう。私のこと、そんな風に叱ってくれて。私、今日のこと、絶対に忘れないから。私、メープルちゃんのそばに、ずっと一緒にいてもいいかな。いつかメープルちゃんが困った時は、私がメープルちゃんのこと助けてあげられるようになるから。バカね。そんなのいちいち聞くことじゃないでしょ。私たちは家族なんだから、離れたくても離れられないわよ。だから一緒に来るなら、自分の足でついてきなさい。その代わり、ついてくるなら、ずっと手を引いてあげるから。うん。私、ずっとメープルちゃんのそばに。メイちゃん。ずっと一緒にいるって、約束したでしょ？シナモンが自分で選んだ道なら、手を引いてあげるって、そう約束したでしょ？めっちゃ。私は親友だからこそ甘やかしはしないけど、でも困ってるなら手を差し伸べてあげるわ。手を引くだけじゃ足りないなら背中を押してあげる。それでもダメならお尻でも何でも引っ叩いてあげるわ。めっちゃ。
ったら寂しいでしょうが、私のためになんて言って、あんたが勝手にいなくなるなんて許さないわよ。めいちゃんは本当にかっこいいね。最初に会った時からずっとかっこいいままだね。私なんかいつになっても叶わないや。別にかっこよくなんてないわよ。シナモンよりわがままに生きてるだけ。それがかっこよく見えるんだったら、自分の生き方くらい自分で決めなさい。寂しいとか言いながら強がる前に。ね、シナモンは私の親友でしょ。私、めいちゃんと一緒にいたい。もっと近くで、隣でめいちゃんのこと支えていたいの。私もめいちゃんの隣で同じ夢見てもいいかな。いいも悪いもないって言ってるでしょ。シナモンが望むなら、私が手を引っ張ってあげる。シナモンが私のことを大事に思ってくれるように。私もシナモンを大事に思ってるんだから。目の前のことに浮かれて寂しい思いさせてごめんね。ありがとう、めいちゃん。そんなこと言ってくれたら泣いちゃうよ。バカね、当たり前のこと言ってるだけよ。シナモンの暴走だったわけだけど、私の言葉不足もあるから何とも言えないけどね。てか歌唱ってば、本当におせっかいよね。あんな風に仲を取り持つなんて。そうだけどね。心底を人よしってのが分かったわ。そうですね、本当にみんなが歌唱さんにメロメロなのがよく分かりましたね、めいちゃん。なんでそこで私に振るのよ。なんででしょう。
ちょっと落ち着いて考えたいなとは思ってますけど。でも私もめいちゃんと一緒に楽器の練習したいななんて。そのわがままを言わせてもらえるならですけれど。そうね、その方が楽しそうな気がするわ。私の足を引っ張らなければ。だけど、それはまあその、うん、まあ私もシナモンが一緒にやってくれたらなって思ってなかったこともないけど。だからやるならちゃんと頑張りなさいよ。途中で音を上げたりしたら許さないからね。めいちゃん、めいちゃん、わあ、ちょ、急に飛びつかないでよ、危ないってば。私頑張るから、すっごく頑張るからね。一緒に、一緒に伝説を作ろう。伝説を。伝説って、そこまでのこと考えてないわよ。めいちゃん、めいちゃん、とりあえずいいから離れなさいってば。重い。猫パラ。はあ、やっぱりんなことで揉めてたんか、あのアホどもは。